こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。プロ野球、伝説の一戦ってあるでしょ？オリックスが、ダイハード打線時代の大英に、20失点したことが何度かあったよね。あれは、思い出したくないよ。それも、ある意味伝説の一戦だけれど、それは、いわゆる、馬鹿試合だよね。馬鹿はひどいよ。伝説の一戦っていうのは、今でも語り継がれるような名試合のことだよ。ああ、そういうこと？例えば、10.8 決戦とか、甲子園のバックスクリーン3連発とか、古くは長島村山の天覧試合とかだよね。そしたら、10.19 とかも、そうだよね。そうだね。21世紀以降でも、大谷翔平が西武を、完封して日ハムが優勝した試合とか、山井、岩瀬の完全試合で、中日日本一とかもあったよね。ああ、そんなのもあったねー。優勝決定と言ったら、なんと言っても、2001年の近鉄の優勝決定だよ。あの試合の近鉄は、対戦相手がオリックスだったよね。そういえば、そうだったね。NPB に限らなければ、WBC でイチローのセンター前とか、生き返れ福留、とかもあったけれど。こういう話題の時に、なんで、この試合が話題にならないんだろうかと、思う試合があるんだよね。そうなの？1990年の、NPB 開幕戦、巨人ヤクルト戦なんだけれど、なんで、この試合のことがあんまり話題にならないのかがすごい不思議なんだよ。そうなの？その試合の話って、聞いたことがないね。でも、この試合は、いろんな話がてんこ盛りで、いろんな選手に影響があったし、この後、90年代の日本球界を、決定づけたと言ってもいいくらいの、試合だったんだよ。そんな試合だったの？ということで、この動画では、1990年の、NPB 開幕戦、巨人ヤクルト戦について、投げ込んでいくよ。プレイボール。1990年の、開幕戦って、この頃の野球界は、どんな感じだったの？この頃の野球界は、西武の黄金時代真っただ中だったんだけれど、1988年、近鉄に扇監督が就任。そして、この年に 10.19 があって、翌1989年に、ブライアント4連発で、西武の5年連続リーグ優勝を、阻止して、近鉄が優勝。ああ、そんな時代だったのか。そして、日本シリーズでは、巨人と対戦。ここで、近鉄は3連勝するんだけれど、加藤哲朗のビッグマウス事件とか、引退も覚悟した原辰徳の、満塁ホームランなんかが飛び出して。その後、巨人が4連勝。巨人が日本一となって、近鉄は負けてしまうんだよ。近鉄は、日本一になれないまま、球団がなくなってしまったね。引退覚悟の原辰徳の、満塁ホームランって、何？この時、巨人の4番だった原辰徳は、この日本シリーズで極度の、スランプに陥るんだ。18打席連続ノーヒットだったんだよ。日本シリーズ初戦から、第5戦の途中までヒットが、出なかったんだ。それで、巨人が4連敗じゃ、4番としては応えるね。さすがに4番をクロマティに、変えられることはあったんだけれど、巨人の藤田監督は、原辰徳をスタメンから外すことはなかったんだ。そして、第5戦も5回にサウスポーの、阿波野秀幸が、左のクロマティを敬遠して、右の原辰徳勝負に、出て、原辰徳が内野ゴロになるんだ。ここで打たないとねー。7回にはピッチャー吉井正人が、またクロマティ敬遠。今度は満塁で原辰徳に、打順が回ってくるんだ。そして、簡単にノーボールツーストライクに、追い込まれてしまうんだよ。うわぁ、それは、きついなぁ。この時、もう、原辰徳は引退を覚悟したということなんだけれど、ツーボールツーストライクまで、カウントを持っていって、吉井正人の6球目が、真ん中にスーッと入ってきたんだ。それを原辰徳はフルスイングして、満塁ホームラン。これで巨人が息を吹き返して、そのまま日本シリーズを持っていっちゃったんだよね。うわぁ、そんなことがあったのか。こんな日本シリーズの翌年だったから、1990年の開幕っていうのは、セリーグのチームも、パリーグのチームも気合の入り方が、違ったんだよね。でも、近鉄は、立ち直るのに時間がかかりそうだねー。ところが、この日本シリーズから約1ヶ月後に、行われたドラフト会議で、近鉄は野茂英雄を獲得。これが嫌な負け方をしたチームの、空気を一気に変えてしまったんだ。
おお、このタイミングで、近鉄に野茂英雄が入団するのか。ちなみに、野茂英雄は、近鉄、オリックス、日ハム、ロッテ、大洋、阪神、ヤクルト、ダイエーと史上最多の8球団が、競合した末の獲得だったんだよ。すごいなぁ、野茂英雄に行かなかった球団は、どうしたの？うん、西武が塩崎哲也、中日が与田剛、広島が笹岡慎二を単独指名。ああ、それは、それでよかったんじゃない？あと1球団、巨人は？うん、巨人は慶応大学の、大森武史を単独指名。へえ、そうだったんだ。この年の高校生ナンバーワンスラッガーと、言われた上宮高校、元木大輔が、巨人を逆指名して、巨人に入れないなら浪人するっていうことだったんだよ。そして、大森武史は大森武史で、高校生より下の指名なんて、受けない。1位指名でなければ巨人にも、行かない。と宣言したんだよ。それじゃ、巨人は野茂英雄どころじゃないねー。それで、巨人は大森武史を1位指名。野茂英雄の外れ1位で大栄が、元木大輔を指名するんだけれど、入団拒否して野球留学。そして、元木大輔は、翌年のドラフト1位で巨人に、入るんだよ。そんなことがあったのか。こんなドラフトを経て、1990年の、シーズンが始まるんだけれど、このシーズンオフには、もう一つ、日本球界の大ニュースがあったんだよ。日本球界の大ニュース？うん、ヤクルトに野村監督が誕生したんだ。おお、野村さんがヤクルトの監督になったのが、このタイミングだったのか。1989年の、夏頃から、野村克也が監督復帰してもいいと、考えているらしいという噂があったんだよ。それに、ヤクルト、大洋、大栄、ロッテが反応。その中で、野村克也がセリーグの監督を、希望していたということと、ヤクルトが熱心だったということで、ヤクルトの監督就任が、決まるんだよ。そんな経緯があったの？うん、実際、野村監督就任を逃した球団は、大洋に須藤豊、大栄に田淵幸一、ロッテに金田正一がそれぞれ、新監督として就任したんだ。ああ、そう言われてみると、失礼な話だけれど、どこも本命を逃した感じがするねー。それと、野村克也とヤクルト球団は、もともと、朝からの縁があったんだよ。息子の団野村がヤクルトに、選手として在籍していたことがあって。引退後は、団野村がオーナーだったシングル A の、マイナーチームに、ヤクルトの若手選手を野球留学させたりしていたんだよ。そんなつながりがあったのか。うん、だから、野村克也のヤクルト監督就任は、不思議なことでもなんでもなかったよね。なるほどねー。ヤクルトの監督に就任した野村監督は、ドラフトで野茂英雄を外すものの、外れ1位で西村達治を、指名。そして、2位指名で古田敦也を獲得するんだ。おお、ここで、古田敦也を取ったのか。そして、1年目のキャンプで、古田敦也を期待に鍛えて、キャッチャーだった飯田哲也を、野手にコンバート。さらに、正捕手だった畑慎二の、コンバートも考えるようになるんだ。そんなに、キャッチャーばかりいてもしょうがないもんねー。データ重視の ID 野球を、掲げて、主砲の池山貴弘や、広沢克己たちに、三振を減らすことや状況に、応じたバッティングを指導して、チームを変えていったんだ。そうだったんだ。そんな状況で迎えたのが、1990年の、開幕戦、巨人ヤクルト戦だったんだよ。巨人は前年、3連敗から4連勝の、劇的な日本一で、その対戦相手のヤクルトは野村監督の、初陣ということか。それは、盛り上がるねー。そうだったんだよ。そして、巨人の先発は斉藤正樹。斉藤正樹は、この前年に3試合連続完封勝利を、含む11試合連続完投勝利の、日本記録を達成して、20勝の大ブレイク。結局、この年も、斉藤正樹は2年連続の、20勝で、球界の大エースになっていくんだ。桑田とか、牧原は？うん、90年代の巨人といえば、斉藤、牧原、桑田の3本柱なんだけれど、この時、桑田真澄は、謹慎中だったんだよ。謹慎中？アニータ関係ある？うん、そういう見え見えの流れ玉は、やめようね。この時の桑田真澄は、中牧昌司の暴露本、さらば、桑田真澄さらばプロ野球の、影響で、シーズン開始後登板禁止1ヶ月、罰金1000万円の処分を受けてしまったタイミングだったんだよ。そうだったのか。
仲巻昌司2が、今、出てきたら、ガーシーを超えそうなのにねー。そういうことを残念そうに、言っちゃダメだよ。そして、牧原ひろみは、怪我の影響があって、1990年、1991年は調子が、悪かったんだよ。そうだったのか。それで、ヤクルトの先発は？ヤクルトの先発は、ケオス内藤こと、内藤直幸だったんだよ。ノムさんは、ケオス内藤を開幕投手に、指名したの？うん、この時のヤクルトは、投手陣がテウスで、この前の年に二桁勝ったのは、内藤直幸と尾花隆雄だけだったんだよ。そうだったのか。さらに、開幕戦のスタメンを見てどぎもを、抜かれたのが、それまでレギュラーだった栗山英樹を、スタメンから外して、無名の柳田浩一を2番バッターに、起用。そして、昨年まで主砲だった池山隆博を、8番バッターにした打線を、組んだんだ。池山隆博が8番？うん、それまでキャンプ、オープン戦で、池山隆博がブンブン振り回すのを、野村監督が気に入らないという話が、漏れ伝わってきていたんだよ。スタメン発表を見ていたファンは、7番まで池山隆博の、名前がコールされなかったから、もしかして、とスタメン落ちも心配したほどだったんだ。そうだったのか。それでも、初の開幕投手となった内藤直幸は、開幕投手に指名されたのを、意気に感じて、巨人打線を抑えるんだよ。この時の巨人打線は、どんな感じだったの？一番に河合正広が入って、その後を篠塚敏夫、黒マティ、原辰徳と続いて、恐怖の7番バッター、駒田則弘という感じだね。それで、ピッチャー斉藤正樹でしょ。安定感があるねー。うん、強力打線と言ってもいいよね。ところが、試合はヤクルトが3対1と、リードしたまま、8回まで進むんだ。ノムさん、やるじゃん。ところが、8回裏、内藤直幸が捕まるんだ。ワンアウト二塁となって、篠塚敏夫をバッターボックスに、迎えるんだよ。ピンチじゃん。ところが、この頃のヤクルトは、先発ピッチャーも頭数が、揃っていなかった上に、リリーフ陣もなかなか厳しい状況だったんだよ。この年、ヤクルトは投手陣全体で、13セーブを記録するんだけれど、一番セーブ数が多かったのは、内藤直幸の6セーブだからね。でも、今投げているのが、ケオス内藤じゃん。うん、だから、篠塚敏夫を迎えても内藤直幸が、続投したんだ。そして、その初球、体勢を崩しながら振り抜いた打球が、ライトポール際へ飛ぶんだ。飛距離は十分ながら完全なファウルに見えたんだけれど、一塁塁審が手を回してホームランということだったんだよ。うわぁ、劇的な同点ホームランじゃん。でも、明らかなファウルに見えたんだよ。マウンドの内藤直幸はグラウンドに両膝をついて涙目になって絶叫。野村監督もすぐにベンチを飛び出して猛抗議。なんで、そんなことになっちゃったの？うん、実はこの年からセリーグは、審判6人制から4人制を、導入して、外野の前進が2人いなくなっていたんだ。それも、頭にあったから、野村監督はなかなか引き下がらなかったんだよね。審判が2人減った初めての、試合で、そんなことが起こっちゃったんだ。うん、でも、判定は覆ることがなくて、同点のまま9回裏まで、進むんだ。そして、試合の終盤で、野村監督は延長戦を、見据えて、外野の守備を交代。レフトの守備に、スタメンから外した栗山英樹を、入れていたことが、この9回に生きてくるんだよ。野村さんも、実は、栗山英樹を評価していたんじゃないの？うん、そうかもね。でも、栗山英樹はこの年限りで、引退してしまったんだ。引退した時、まだ、29歳だったんだよ。え、そうなの？うん、そして、20年以上も現場復帰のないまま、2012年シーズンから日ハムの、監督に就任するんだから、よくわからないものだよね。そんな話につながるのか。そして、栗山英樹が守備がために、入ったヤクルトは、9回裏に内藤直幸が、巨人打線に捕まって、ワンアウト1、2塁のピンチを、迎えるんだ。まだ、ケオス内藤が投げているけれど、リリーフがいないから仕方ないよね。ここで巨人は代打にドラフト1位の大森武史を起用。東京ドームの盛り上がりも最高潮となるんだよ。元木大輔を野球留学に追いやって慶応大学から入ってきたドラフト1位が開幕戦の9回裏同点の場面で
サヨナラのチャンスに代打で、登場してきたんだよ。すごいシチュエーションだね。そして、内藤直幸が投げた球を、大森武が捉えると、大きな打球が左中間へ飛んでいくんだ。ドラ1のプロ初打席が、開幕戦のサヨナラヒットじゃん。ところが、バックホームに備えて前進守備だった栗山秀樹が、打球に追いついて、ダイビングキャッチ、巨人は、サヨナラのチャンスを逃してしまうんだ。栗山秀樹やるじゃん。それにしても、本当に、打球は変わった野手のところに、飛ぶねー。結局、試合は延長戦に突入。延長14回裏、巨人がセリーグ初の開幕戦押し出しサヨナラ勝ちで、幕を閉じるんだ。誰が押し出しだったの？うん、それが途中出場の、山倉和弘が押し出しフォアボールを、選んだんだよね。よりによって、山倉か。うん、試合後、野村監督は、参ったね。俺の筋が気にないことが起こった。巨人が強いはずだよ、とコメント。ノムさんらしい嫌味だねー。これで開幕戦を勝った巨人は、さらに2戦目をピッチャー、木田正夫の、サヨナラホームランで開幕連勝。これで勢いづいた巨人は、この年、2位に22ゲーム差を、つけて、ぶっちぎりの優勝を決めるんだよ。2位に22ゲーム差は、すごいなー。ヤクルトはどうだったの？うん、野村監督1年目のヤクルトは、首位巨人から30ゲーム差の、5位に終わってしまったんだ。そうだったのか。それでも、巨人は日本シリーズで西武に、4連敗。あまりの西武の強さに、巨人の選手会長、岡崎薫が、私の野球観が変わった、とコメントしたのが話題になったよね。岡崎の野球観って、いつもチャンスで引っ掛けて、セカンドゴロじゃん。そういうことを言っちゃダメでしょ。他にも、原辰徳は、苦手を通り越して、コンプレックス。トラウマ的なものさえ感じる、とコメント。河合正弘に至っては、この時のことを思い出すのもおぞましい、と言っているほどなんだよ。そんなに西武に4連敗したのは、強烈だったのか。うん、これが尾を引いたのか、翌年、巨人は4位と B クラスに、沈むんだよ。代わりに、西武はここから、リーグ5連覇するからね。そして、巨人に代わってヤクルトが、3位に入って、A クラスを確保。古田敦也が首位打者を、取って、広沢克己が打点王を、取るんだよ。ああ、そう言われると、確かに、この1990年はターニングポイントだった感じがするねー。うん、翌々年にヤクルトがリーグ優勝、日本シリーズで西武に敗れるものの、さらにその翌年には、リーグ連覇して、今度は日本シリーズで西武を、撃破するんだ。そして、この間、巨人は藤田監督から長嶋監督に、代わって、FA 解禁。90年代後半は、長嶋監督が次から次へと、4番バッターをかき集める時代へと、移り変わっていくんだ。ああ、本当に、時代が変わっていったんだねー。1998年の、横浜38年ぶりの、日本一までは、長嶋巨人、野村ヤクルトが、毎年、交互にリーグ優勝しているような感じだったからね。そして、パリーグではイチローが出現して、オリックスが連覇。それを挟むように西武の優勝が続くんだ。その後は、1999年の大台初優勝へと繋がっていくんだよ。なるほどねー。1990年の開幕戦から始まった90年代のプロ野球は、そんな感じだったのかー。そうなんだよね。やっぱり、1990年の開幕戦巨人ヤクルト戦が、その後の野球界に及ぼした影響は大きかったねー。1990年の開幕戦巨人ヤクルト戦が伝説の一戦だったことがよくわかったよ。最後までご視聴ありがとう。